やっぱ一番印象強かったのはやっぱ FPT の勢いを感じたってところですね。やっぱり日本の企業って今すごく元気なくて、まあ、こういったイベントもどんどんなくなってるんですけども、まあ、そういう中で、まあ、あのトップ100というこういったイベントがあって、まあ、非常にいい会社に入ったなというふうに思っております。すごくいい会社に入れていただいたなと思って嬉しく思います。普段からすごく頑張ってるのは知ってるんですけれども、やっぱり表彰されるほどやっぱりすごく頑張ってくれてるんだなって改めて実感しました。あと家で仕事をすることが多いんですけれどもなるべく邪魔にならないように、あの話しかけないとか、仕事中は用事を言わないとか気をつけてます。